ムツコブヨコクビガメは、ヨコクビガメか南米ヨコクビガメ属に分類されるカメ。コロンビア南東部、ブラジル北部、ペルー北東部のアマゾン川水系最大高潮31.7センチメートルと南米ヨコクビガメ属最少種。オスよりもメスの方が大型になる。廃校はややドーム状に盛り上がり、上から見ると卵型。廃校の色彩は、肺褐色一色。 復興の色彩は炭鉱色や緑褐色。頭部の色彩は緑褐色や暗褐色。容体は後部円乾板がノコギリ状に尖り。復興には左右に3つずつコブ状の突起がある。種照明セクストバーキアラタは6つの鉱部のあるのいで和名や英名と同義。また分担や側頭部に炭鉱色の反紋が入る。 成長に伴い円パンの突起や復興のこぶ頭部の反毛は消失する。河川などに生息する。植生は雑食で、水草、魚類、貝類などを食べる。成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。川岸や中州に1回に7から22個の卵を年に2回に分けて産む。生息地では卵も含めて食用にされる。 食用の乱獲やペット用の採集などにより生息数は激減している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通は稀。アクアリウムで飼育される。低温に弱いため水中にヒーターを設置して保温し、陸上には局所的で水に強い暖房器具を照射して、体を温め皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る。飼育下では、 人工飼料にも得ずき、少なくとも幼体は飼育下では族内でも動物食傾向が強い。ありがとうございます。